明けましておめでとうございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この時間はいわき市の内田博之市長を迎え。今年の市政運営などについて伺ってまいります。市長、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。そして市民の皆様、明けましておめでとうございます。内田市長。 市長に就任されまして、初の新年を迎えられましたが、今どのようなお気持ちですか、はい、昨年9月28日に第15代いわき市長に就任いたしました。市長選への出馬を表明して以降、様々な方々のお話を伺ってきました。今後の市政運営にあたりましても、常に市民の皆様、事業者の皆様の目線に立ち、様々な方々のご意見に耳を傾けていきます。 さてここからは今年の展望について伺ってまいりますはじめに今年市役所をどのように運営していくのかについてお聞かせいただけますかはい近年自然災害や新型コロナウイルス感染症といった危機事象が頻発しています、はい、グリーン社会やスマート社会に代表されるように世の中の仕組み枠組みも大きく動き始めています以前からの課題である人口減少や少子高齢化 若者の流出にも歯止めがかかりません。公共施設も一様に古くなってきています。うん、私はこれらの諸課題にしっかりと対応し、柔軟で持続可能な行財政運営を確立します。それでは次に、政策の基本的な考え方について教えていただけますか。はい。これまでも申し上げてきましたが、私は全ての分野においてベースになるのが人づくりだと考えています。 若者から高齢者まであらゆる世代がいわきに魅力を感じいわきを誇りに思うそんな町を人づくりで実現していきますその基本的な考えに基づいて今年はどのような取り組みを進めていかれるご予定ですかはい主な取り組みにつきまして喫緊の課題への対応と中長期の課題への対応2つに分けて申し上げます。まず喫緊の課題は 新型コロナウイルス感染症への対応です私はこれまで緩やかなアクセルと確かなブレーキの両輪で感染症対策を進めてきましたまず感染拡大の防止を図る観点からいち早くクラスター発生時の情報公表の考え方を示しました現在3回目のワクチン接種も始めており原則として8ヶ月を経過した方から順次進めていきます 一方、感染症の影響により飲食業や観光業などが疲弊し街の活力の低下が懸念されますアフターコロナを見据え、インバウンドも含めた交流人口の拡大地域の活性化も積極的に推進していきます引き続き、気を緩めることなく万全の対策を講じながらコロナ禍を乗り越えていきます次に、中長期の課題への対応について 申し上げます町の魅力を高めること命を守ること暮らしを守ること地域を元気にすること未来を先取りすることこの5つの柱に沿って新たな取り組みを進めていきますそれでは1つ目の柱町の魅力を高めることについてどのような取り組みを進めていかれるご予定ですかはい人づくりの基盤は学力です。 人作り日本一と学力日本一に向けて児童生徒の学力向上策を強化しますそのため体制強化を図り教育環境を充実させていきます市内の小中学校には一人一台のタブレット端末が配備されていますこれを活用し教職員が子どもたち一人一人に向き合いコンピューターとの分業で子どもたちの知的好奇心を育んでいくその子に合った教育 いわゆる学びの個別最適化を通じて学力の底上げを図っていきますまた特別支援教育発達障害児支援教育も充実しますさらに雇用も重要であります現在国において大きなプロジェクトが展開されている国際教育研究拠点は世界レベルの学術拠点を浜通りに設置するものであります本市が持つ産業基盤や学術基盤 国際的人材生活基盤などの強みを私自らが国に対して訴えかけていきます加えてスポーツを軸とした地域魅力の創出にも力を入れていきますいわき FC が念願の J リーグ入りを果たしました私も熱烈なファンの一人であります人を呼び込み経済の好循環を生み出しそして市民の誇りを醸成する そんなプロスポーツチームがまさに今、誕生いたしました。さらに高みを目指して躍動していただくことを期待しています。また、自転車が走る環境も整えてきました。県とも連携し、復興サイクリングロード、いわき七浜街道の延伸によるナショナルサイクルルートの指定や、中山間地域でのサイクルツーリズムにも取り組んでいきます。 自転車が走る環境整備のお話がありましたが今日伺っているこちらの施設が自転車文化の情報発信や交流の拠点として注目されていい。ますね。はい、こちらの施設はいわきスポーツサイクルツーリズム推進協議会が整備し昨年11月にオープンしたいわき自転車文化発信交流拠点ノレルです。はい、サイクリングは誰もが気軽に楽しめるスポーツであり、 この施設を活用していただくことで、市民の皆様の健康づくりやサイクルツーリズムなど。本市の発展につながることを期待しています。続いて、二つ目の柱。命を守ることについてはいかがですか。はい。防災の基本は自助共助公助の力を結集することです。まず。 教助のの担いい手となる自主防防防災災組織や消防団防災士の充実強化を図っていきますまた確実な避難体制の確立防災教育などを通じて市民一丸となって災害を乗り越えるという文化を育み逃げ遅れゼロ災害死ゼロの危機管理モデル都市を目指していきますさらに医師不足への対応も待ったなしです。いわき市医師会や いわき市病院協議会などと連携し、医療構想会議を昨年12月に設置しました。診療科ごとに不足している医師の数を明確にし、その上で数値目標を立て、計画的・長期的な視点で医師確保に取り組んでいきます。医療人材の育成も必要です。子どもの頃から医師の仕事に興味・関心を持ち、やりがいを感じていただくための仕掛けづくりをしていきます。 また医療を守るためにも健康づくりが重要です。i. C. T. の活用や企業団体との連携強化などにより。健康長寿につながる取り組みを進めていきます。次に、三つ目の柱、暮らしを守ることについてはいかがですか。はい、本市出身の東京二ゼロ二ゼロパラリンピック競技大会。車椅子バスケットボールの銀メダリストであります。 豊島明さんからいわき市はインクルーシブつまり健常者と障害者とが一緒に行う活動がかなり進んでいるとの言葉をいただきましたさらなる取り組みの充実を図りながら誰一人取り残すことのない多様な個性を認め合うまちづくりを進めていきます具体的な取り組みとしましてはワンストップで相談を受けつつ包括的な支援が可能となるよう 社会会福祉協議会等の関係団体と連携ししてて対応していきますまた子育て支援のワンストップ相談窓口であるいわきネウボラの体制強化支援を必要とする児童の見守りなども強化していきますさらに国がアルプス処理水の海洋放出を決定したことにより風評被害がさらに上乗せされています科学的根拠を分かりやすく丁寧に説明し 国民や関係者の理解を得ることに全力を尽くすよう引き続き国及び東京電力に対し強く求めていきますさらに四つ目の柱地域を元気にすることの取り組みについてはいかがでしょうかはい中山間地域や沿岸地域を支える基幹産業は第一次産業であります本市の農林水産業はいずれも高齢化や担い手不足が顕著です しっかりとと次世代に引き継いでいででくことが必要です農林水産業分野で策定中の新たな計画に基づき関係団体等と連携して担い手の確保育成に取り組んでいきます福島大学食農学類との連携は本市農業振興において大変重要なものです新年度を期して本市の農業の未来を切り開くスタートを切っていきますまた現在地地区・四つ倉地区四において 市街地再生整備の検討を進めています。本年度中に来年度以降の具体的な取り組みを定める基本計画を策定します。それでは最後、五つ目の柱。未来を先取りすることについてもお聞かせください。はい。大きく二点申し上げます。まず一点目は脱炭素の取り組みです。国は二千五十年までにカーボンニュートラルの方針を打ち出しました。 本市はこれまで風力や水素、バッテリーなど次世代エネルギーの利活用を積極的に進めてきました小名浜港は国のカーボンニュートラルポートの検討対象となっています本市は国内でも有数の先行地域でありこれらの取り組みをさらに加速化していきます2点目はソサイティ5.0の推進ですコロナ禍を契機に社会全体のデジタル化が加速しました日々の暮らしに AI や IoT などの次世代技術を取り入れることで生活の質を高めていく必要がありますそこで新しい社会の基盤となるデータ活用の仕組みづくりを官民連携で進めていきます子どもたちの見守りや健康相談などに新たな技術を活用していきますまたカーシェアリングやマース等の先端技術を活用した次世代交通システムを構築しますさらに 行政サービスの向上や業務の効率化につなげるため着実に行政のデジタルトランスフォーメーションを推進していきますありがとうございましたそれでは最後に内田市長から市民の皆様へのメッセージをお願いいたしますはい講師の論語の一節に過ちて改めざるこれを過ちというという言葉があります失敗は時に大いなる成功の糧になります 一番避けなければならないのは、過ちを恐れ、何もしないこと、これは大いなる過ちです。本年はさまざまな改革に挑戦していきます。地域に赴き、皆様の声をしっかり受け止め、共に汗をかき、いわきの未来を考えていきます。先行きが不透明な時代ではありますが、それを乗り越え、飛躍していく可能性がいわきにはあります。 ふるさといわきを人づくり日本一の町にし未来に向かって躍動していくこれが私の決意です市職員約3700名一人一人が改革のエンジンですさまざまな諸課題に私が先頭に立ち市民の皆様と共に明るい未来をつくっていきますご支援とご協力をお願いいたします この時間は、いわき市の内田博之市長に、今年の展望などについて伺いました。市長、ありがとうございました。ありがとうございました。